で、震災後はもうすぐ4月の半ば以降に現場の方たちが泊まるところがないもんですからね、うちの方でご用意させていただいて、すごく楽しい日々を過ごしました。大変でしたけど、で現場の方たちっていろんな方いらっしゃるんだけど、いろんな方がいらっしゃるんだけど、とてもいい人たちばっかり。で、あの寒い中、朝早くから夜遅くまでのお仕事だったんでね、なるべくお食事とお風呂だけはゆっくりしていただこうと思って、で、あったかいものならあったかいものを食べていただくような感じで1年間過ごしました。で、被災の方たちは約3ヶ月だから、家族がいない私なんか家族がたくさん増えたんで、すごく嬉しい。私ども現場にいるじゃないですか。ですから自分たちの感じたこと、聞いたことを単なるお話しさせていただくだけなんですよ。で、例えばうちのレストランの前にマンゴクラってありますけどね、あそこ全部柿棚と海苔棚なんですね。で、そういうのの皆さん苦労しながら修復修繕なさって、去年の暮れにはおいしい柿をごちそうになったお話とかですね、あとはあの皆さんここに避難されてた時にどういう生活をなさってたとか、そういう話をさせていただいてるんです。元気でいてねって言われると非常に元気が出るんですよ。頑張ってって、これ以上どうやって頑張るのあるじゃないですか、皆さんですよ、女川の皆さん。元気な顔してくださいねって、こうやって皆様においでいただくのが一番元気をいただけるんですよ。だもんですから、そういうね、何気ない話をさせていただいて。震災後の1年目と2年目を迎えてね、あの、おかみさんから見た状況っていうのはどういうふうに変わってきましたか？変わってません。はい、ただ、瓦礫やなんかがなくなっただけで、気持ち的には何も変わってないと思う。でも、例えばマリンパルってあの港に大きな市場があったんですけどね、そこ17店舗さんでやってらっしゃったんだけど、もう去年の10月には7人ぐらいで仮設でお店を出されたり、ヤマホンさんって去年の暮れ全部なくなったものが今年の5月にさんま工場を立ち上げたり、そういう一歩ずつなんですけどね、皆さん元気にお仕事され始めてらっしゃる。それが一番幸せかな。でね、うち何もないんです。ただ美味しいものを食べさせてあげることはできると思うんですよ、女川ので。うちだけじゃなくって、女川にいらしてくださってお金を使ってあげてください。それが私のお願いですね。それだけです。